そうそうなんです、星座待機してたぜ。あ、メールにも書いてくださってましたよね。星座で待機してます。足崩してくださいね本当に。そう、あの朝だと学校があったりするとあんまメイクしないから、そう朝だとボサボサの、一応あの櫛は解いてますけど、あのボサボサの感じで結構出てるというか、そう今日はバッチリお化粧を申して、そうあの髪のもう巻いちゃったりして、ゆうたんがメイクしてるってなんだどういう意味ですか。ゆわゆわありがとうございます。そうしっかり、今日なんかもう前髪なんて気にしちゃったりしてね、いつも何もこんな前髪なんていつも もうパカーンってなってるんですけどね、今日はゆっくりできた。そう今日はゆっくりできました。あ、ゆっくりできましたというか、なんていうんですかね、余韻に浸りながら、そう昨日はたくさん泣いた。いやなんか始まる前の方が私泣いてました。そうあんまなんか公演中は結構なんか何回かうるってくることはあったんですけど、なんかなんていうんですか、もうボロ泣きまではいかなくて、なんかやっぱ本間日向さんがなんか最後まで笑顔みたいな感じを貫いてるところが本当にかっこよくて、そう唇プルプルな、あ大塚さんにもらった唇のやつつけてるんです。始まった時にもう泣いてた感じだと思う。そうですね、最初の自己紹介でなんかすごい客席からのすごいなんていうんですかね、熱量みたいなのがすごく伝わってきて、なんかそう使ったらもったいない。いですよね。そうなんかすごい本間日向さんの なんですか、本間日向さんがすごい愛されてるっていうのが伝わってきて、銀歯あるんですね。ないですよ。こんばんは高橋さん。こんばんは高橋です。そう毒リンゴ難しかった。そうなんです、毒リンゴはそう最初なんかワンハーフの予定で練習してて、でそしたらなんか2番もやるよって言ってくださって、2番もできることになって、1番と2番を覚えるのがそうちょっと大変だったんですけど、あその可愛い曲じゃないですかあれ、本当にもうめっちゃ可愛くて、ちょやってみたかったのでできて嬉しかったです。可愛いですよね本当に。なんかなんていうんですかね、そのなんかああいう系統のそう曲が結構可愛くて、そうなんですよ。そう泣くの耐えながら話してる姿でもらえなきゃ。そう変身、あそう法定速度、あれ本当にもうなんか嬉しくて、その法定速度を選んでくださってたことっていうか、そうセリフ私ドキドキってそう言わせていただいて、大丈夫でした。そう本当に、あそうゆうゆうさんの本当にそうめっちゃかなんか歌詞というんですかね、そうでもダンスが結構激しめで、もうなんていうんで、もうあのもう本当に先輩方に聞きたかったんですけど、パフォーマンス中に鼻の穴広がらないんですかね先輩方って、もう本当にそこ気になって、もうそう楽しそう、もうめちゃ楽しいパフォーマンスだったんですけど、撮っちゃうこうやって本当にもう本当に先輩にもう絶対次会った時聞きます本当に。なんか特に激しめの曲だと
広がなんか先輩方の鼻広がってる姿見たことある方います？私まだないんですよ。だからなんで先輩方はずっとずっと激しくても可愛いずっと可愛いか顔なのに私はこうもういやニコニコなんですよ。ニコニコでいやなんかもう楽しくなっちゃってパフォーマンスしてる時も楽しくなっちゃってこうニコニコしてるんですけどなんか息吸うタイミングが分からなくてでずっとでそう呼吸法そうなんもうだから聞いてみたくてで私が勝手に一方的にゆきりんさんの YouTube を拝見した時にそのなんか鼻が広がるから息は吸わないみたいなことをなんかで言ってらっしゃったんですよ。そう決めポーズの時とかそうだから私もちょっとなんか息吸わないとかちょっとやってみたんですけどなんかちょっとそうそう前田さんに聞きますそう呼吸しないのかでも思ったのが私もこうちょっとなんか「タレテテン」あっそう「タレテテン」はドクリンゴですね「オーイエーイ!」でこう止まった時のそうたまに私も息止めてる時があるんですよ無意識で意識してるわけじゃなくてそう本当にもうどうそうだからあこんばんはそうだからのどうしたらそう口呼吸なんですね。ああそういうことか。だから鼻なんかで呼吸鼻なんかとか言っちゃダメですね。えそうなんだ腹式呼吸は慣れた。私腹式呼吸が本当に苦手でもうなんかずっと腹式呼吸ってどうやってやるんだろうと思ってて。あそう初めて会いましたよね。本当にありがとうございます。ありがとう嬉しかったです。そう腹式呼吸そうなんか腹から声を出すっていうのも私本当に苦手で。そうあリハでカメラ抜かれるタイミング分かってるからあすごい詳しい方がいらっしゃる。そうなんです。私も本番の前にスタッフさんが動画を送ってくださるんですけどそうあんな人でごめんねじゃないです。本当に嬉しいんです。ありがとうございます。嬉しかったです。会えてそうやっぱ三村さんに聞きますね。普段大きい声で笑ってそうなのにそう笑うときは多分腹式呼吸なんですよ。もうハハハハみたいなそう笑うとき私結構なんて言うんですかすごい空手は腹式呼吸しないの。そうですねハハとか言うときに知ってるんかもしれないんですよね。笑いながら歌えば鍵使ってどうやって歌うんですか。ドークリンゴどうしてもうすぐ新潟から帰ります。あお気をつけてありがとうございます。そうですね今日県外から来てくださった方は今日帰る方が多いんですかね。あでもどうなんだ新潟楽しんでってください。楽しんでてくださいと言いますか。そう息忘れずにそうどうポキさんにゲラ笑いを教えてもらう。ポキさんの笑い方本当に私も笑いそうになる。何そう釣られる笑い方されますよね。そうアンナさんもなんかそういう感じ。そう本当に面白くて。そう夜のゆうたん初めて見た。そうですよね。私夜の配信2回目ぐらいかもしれないです。そう1回目なんか急に配信できることになった日がそういつでしたっけ9日とか10日とかそうひなたのドレス姿見てどう思った。めっちゃ綺麗でしたよね。なんかすごいなんか美しいっていうのがもう真っ先に出すぎてもうそう皆さんもひなたさんが出てこられた時もう
びっくりしませんでした。もうなんかもうめっちゃ綺麗でしたよね。なんかドレス、あの紫ちょっと重いなと。あ、私ですか。そうドレス本当にお綺麗で、なんか何でしたっけ、そう渡り鳥の衣装の進化版みたいなイメージだったらしいんですよ。本当にもう意味も素敵で、そういつかユータもああいうの着るんだろう。え待って、そうですよね、言ってらしたもん、言ってらしましたもん言ってらしてます言ってら、そうドレスのベレー帽、えそうもうキラキラでもう輝いてました。そう帽子、そうですよね、あんまりドレスより先に空手着きてるところ見てみ、道着ですか。はっ、おっすって言ってね、日本語苦手、いや私喋ると思ってた、ね、え、なん、なんでしたっけ、言ってらした、ゆうたんが着るのあと20年後で、あそうですよね、私いつも48まで48までやります。なので48までやると、私は今14なので34年後ですね。そう34年後、中学生ですか、中学生なんですよ。いってらっしゃって、あっいってらっしゃってです、そう12なんです。見えない、見えない、お計算できたのすごいって、ちょっとバカにしてますね、ちょっと引き算くらいできます。そう自分らまだオタクでいられるかな、いやえいてください。そうなんかすごいすごい現実的なことを考える方が多いんですが、中学卒業でドレス着ればいいんじゃない。着たね、もうドレス私なんかあるじゃないですか、七五三とか庭って感じ、かわいいよね。えありがとうございます、私もお気に入りなんです、この名前、この名前っていうか、そうあれ何でしたっけ、そう七五三とかでなんかお写真、お写真会なんて言うんですか、なんか七五三とかのタイミングで写真撮る時があるじゃないですか、そう、その私そういうのが本当に大好きで、ハーフ成人式とかも袴を着て写真撮ってもらったりしたことが、そう今まで生きてきてあったんですけど、あそうですね、言っちゃダメですけど、そうそうスタジオウォールス的な感じ、そうそうなんです。あ、たかしの生写真かわいい、えありがとうございます、漏れたんです、えちょっと皆さんあのメール見てくださいました、あの私のこと、なんていうんですか、今回のその生写真本当に結構個人的に漏れて、そうメール見て ありがとうございます、あのそうそういったら着物とか本当に本当ですか、私早く袴着てみたいんですよ、着たハーフ成人式では着たんですけど、二十歳のそのあるじゃないですか、成人式の、そうとりあえず猫耳の生写真を届いて、えありがとうございます、猫だ、そう猫、そうだから袴、そう私そういうの好きなんですよ、ドレスとか袴とか、なんかすごいなんか自分が可愛い、なんかもうプリンセスになったみたいな気分で写真撮れるじゃないですか、だからそう生写真の撮影とかの時とか、時とかもそう楽しくて、そう、まあ、いろんなポーズできるようにまだまだあのたくさんお勉強中なんですけど、今年15になって4分の3成人式やったり
すごい刻みますね。面白い。でも成人式は袴はあんまり着ないよね。あれ、あれ、そうなんですか。あれあれ、そうでした。着物でしたっけ。買っちゃうか。ぜひあの見ていただけたら私は満足です。あ、でもぜひゲットしてくださったら嬉しいです。パジャマ以外の U ターン申請。そう、それママにも言われたんですよ。あんたパジャマじゃなくてたまには別の洋服着たらってよく言われて、そうだよねって言いながらちょっとパジャマに、パジャマ、振り袖、あ、振り袖ですね、振り袖だ。そうなんですよね。4期からもはるちゃんとももちゃんが来てましたけど、そうポキさんと花江さんと、本当にお綺麗ですよね。もうそうママの指摘を、そうママがちょっとね言ってました。いや、そう、いや絶対それが正しいんですよ。そうなんです。ゆわゆわパジャマのイメージ、そうほら私がパジャマばっか着るから。今日はちょっとしっかりここが S 字とかにしちゃったりして、そう最近覚えた、ここのここを巻く術も覚えて、こっちにこうやって切る、こうやって巻くんですよ、こうやってパジャマ何種類あるの。パジャマはもう私結構ママのパジャマを無断で借りることが多くて、次の生写真はパジャマから。いいですね。アルビンユニ持ってるの？あ、持ってます。そうサッカーね、いつもはるちゃんもいつもパーカーや。そうはるちゃんさ、あ、一瞬半身が止まってしまった。そう充電が 20% だった。それも実はパジャマなんでしょ。違いますよ、これ私あのチャット解説記念ショールームで着たやつですよ。そう洋服なくてなんか結構同じような服着てるんです。結構好きです、チャット見たよ。あ、そうチャットにはるちゅんさんとのあの動画の載せさせていただいたんですけど、本当にもう最近結構喋ってくだ、あの一緒におしゃべりさせていただいて、本当にもう本当に面白いんです。はるちゅんさんもう大好き、本当に大好きです。もうなんかもう本当に面白いんです。なんかそう後輩の私がボケるべきなのにいつもボケてくださってる。チャットちょっと見たよ。チャットちょっと見た、そうなんです、動画。本当あの動画結構お気に入りなんです、本当に面白い。あ19分だ、分かんない。そうありがとうございます、今日も見てくださって。そうあのジュンも好きと話してて、えそうで、ね、りょうもえだって私が言ったら、あのジュンさんがあれ大塚さんはって言ってきて、そういやもちろん大好きなんです、当たり前じゃないですかそれは。そう、あスクショタイム、せっかくちょっと今日可愛くしたんだからちょっとスクショタイムをしたいです。あちょっとこれです、そうスクショ猫、どうでしょう。あすごい、やっぱメイクしてると漏れますね。当たり前ですけど、そう師匠だから、もう師匠。えでもあの昨日写真撮ってもらおうとしたら、あのタイミング合わなくてもう写真撮ってもらえなかった、もらえなかったというか私が声をかけれなかった。なので次お会いした時に、そうピエンピエンですよね、次は声をかけたいです、リベンジします。よし、ありがとうございました。夜配信お久しぶりで楽しかったです、ありがとうございました。大人の日。
ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。